明治安田生命プレゼンツ地元魂。サッカー世代別の元日本代表カレン・ロバート。小学4年生から高校3年生まで千葉県でお世話になって、どうにか恩返ししたいってところで今千葉県で活動させてもらってます。千葉県木更津市、ここがカレン・ロバートが夢を追う場所。茨城県生まれのカレンだが、小学生から千葉県柏レイソルのジュニアチームに所属。名門私立船橋高校に進学し、日本一を経験するなど、彼のサッカーキャリアを育んだのはまさに千葉だった。千葉県をサッカー王国にしたいってところがあるので、やっぱこうサッカーをできる環境を増やしていくっていうので一つのビジョンになってますね。 J リーグ新人王、世代別の日本代表にも選出され、世界を渡り歩いた。サッカー人生の原点、千葉に恩返しをするため、ローバーズ木更津を設立。県の社会人リーグに所属している。まあ、一応9年以内に J リーグには参入したいっていうところと、あと 5,6 年でプロ選手を輩出したいっていうのは思いではあります。目標を掲げたカレンの活動に地元も熱い。もともと木更津ご出身じゃないのに、こうやって木更津を盛り上げてくださってると、あ、私たちも頑張ろうっていう気持ちになります。カレン・ロバートの地元魂は千葉県木更津市に根付いている。暴走ローバーズ木更津 FC、 カレン・ロバートの夢とは。このエリアの子どもたちが、まあ、ローバーズトップチームの選手を見て、まあ、将来こう木更津を背負ってサッカーをしていきたいと思ってくれたら、まあ、最高の喜びかなと思って。